ベストバラエティ僕らのセダンスベストバラエティは1個だ。え、1個ですか。いや、1個でしょ。ベストココイチ決めで、最高の頼み方を最終的にベストオーダーね。オーケーオーケー、ベストオーダーベストオーダーか。じゃあまず大橋さんから発表お願いします。どうぞ。もう僕はこれはやっぱ外せないよね。まあ、ああ、確かにこれはだってもう、まあ、全員が読んでたもん。みんなだもんな。スパルタンだ。スパルタンはない。これスパルタン。スパルタンはないって。続いてのテーマはこちら。お二人のベストドラマはということですが、北の国から。決定です。決定、もう決定です。決定だ。決定すなすな。僕やっぱトレンディの方行っちゃうから。トレンディね。月9ですね。月9の方。確かにシリアスドラマだね。そうそう。だからそっち。僕はだからトレンディの方で言ったら。トレンディ。二人のベストトレンディドラマだったら。じゃあベストドラマ北の国からで。うん、じゃあ二人のベストトレンディドラマしましょう。ね、トレンディはどれ ？101 回目。ラブジェネ。東京ラブストーリー。全部あれなんだね。そっちの月9だったね。いや月9でしょ、トレンジは。金銃でしょ。トレンジトレンジトレンジは月9でしょ。金曜ドラマはあれなの、トレンジじゃなくて。金曜ドラマはちょっと逆にシリアスだから。そうか、あの高校教師とかでしょ。俺割とそっちだったな。そうだから金曜ドラマ大体もう、だから東京ラブストーリー2人の約束じゃないわ、なんだっけ、うんうん、約束の20歳の約束、20歳の約束あったね。五郎ちゃんのやつだよ。五郎ちゃんとマキテリー、王様のレストラン、マクス。あの中学の時もマキセリホさん、あヒューヒューだよね。ですか。そうそう、あ見てもう可愛すぎて。確かに可愛かったな。だからもう本当、僕は前も言ったかもしれないけど、ラブジェネレーションの第2話が東京、うん、初日だったから、うん、その時に、そう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 、そうだそうだ。愛知県の上京初日ね。愛知県のフジテレビはいっちゃんだから、いっちゃんを録画予約したら NHK が使ってたんだ。マジかよってなったんだから、VHS で。こっちね、そうだね。こうやって見ると結構ありますね。ビーチボーイズとかもある。ビーチボーイズ ね、広末さん ね。それはね、でも絶対ベストに多分上げてくんないから。ビーチボーイズ好きだったよ。竹野内豊さん大好きだから。どっち派みたいなのあったからね、うんうん、あとアスナル白書とかも。アスナル白書ね。アスナル白書、若者のすべてとかね。あ、そう、若者のすべてよかったっすね。だから若者のすべては、金曜違う、トレンディじゃないのよ。まあ、でもあれはヒューマン、少年たちの、ね、若者のすべてだ。分かる分かる。トレンディはやっぱりあのそうだね、トレンディだね。そうそう、小田さんが出てなきゃトレンディそうなの。じゃあこれ小田裕二さんか加瀬大衆だな。そうだ、ね、新加瀬大衆もトレンディーだけど。新加瀬、坂本一世ってことですか。坂本一世だよ。じゃあ、お二人のベストドラマは北の国から、はい、でベストトレンディードラマが東京ラブストーリーで決定しました。どうですか、いかがですか。ということで、続いてなんですが、続いてはですね、ちょっとテーマはお二人で決めていただきたいと思ってて、はい、お二人のテーマを決めてそのベストを決めていただきたいと思うんで、お二人で話し合ってテーマを決めてください。でみんなが分かるやつにされないかもな。いやでも40代半ばで刺さればいいですよ。ベストバラエティ。僕らの世代のベストバラエティはもう1個だ。え、1個ですか。いや1個でしょ。もう僕らの世代は1個じゃないの。どれどれ俺どっちかな。やってみます。じゃあそれベストバラエティやってみます。バラエティやったらこれかな。え、ちょっとやってみましょう。ベストバラエティ番組。バラエティ番組。バラエティだもん。ではお二人のベストバラエティ番組発表をしてください。どうぞ。せーの。そう、絶対そうです。いや、こうでしょ。絶対そう。絶対これでしょ。絶対こう。じゃあ、加藤ちゃんけんじゃん。これは、違う。塗ってた。いやいや、見たよ。面白いんだけど。面白いビデオコーナー。それはもう何も分かってないじゃん。じゃあ、俺らの頃はこれじゃん。小学生。だから、これはもう、だから、その、めっちゃ見たでしょ。そのワードだけで笑ってたでしょ。じゃあ、ベストじゃん。もう違う。いや、これでしょ、絶対に。僕らの世代はもう、そうだな、一択ですよ。一択でしょ。ゴッツ一択。ちょっと低いかもしれないね。それ低い。
ご機嫌、ご機嫌テレビね。加藤君久しぶりに聞きましたね。加藤ちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビ。ご機嫌テレビ。面白いビデオ、ね。じゃあ、もう一個、もう一個、二人テーマ決めてやりましょうか。で、終わりにしましょうか。何する？ベストスナック菓子。これもう俺一択になっちゃう。俺、そうでしょ。俺一択になっちゃう。じゃあ、話し合いもしつつ、ベストココイチ決めない。だからトッピングから何から、okay、とりあえず自分でまずね、そうそう、とりあえず自分のやつをまず書いて、で最高の頼み方を最終的にベストオーダーね。 okay, okay. ベストオーダー、ベストオーダーか。なるほど。いつものやつ、とりあえずいつものやついいかな。書いてるだけで腹減ってくるわ。食べました。はい、食べた。はい、じゃあ大橋さんからいきましょうか。はい、僕は、ベースがパリパリチキンカレー。よく見たやつこれ。はい、パリパリチキンカレーのよく見た、スクランブルエッグトッピング、はい、でご飯200、の2辛。あ、2辛なんですね。はい、2辛にしときました。はい、まあこれいつもの僕の頼み方です。では富士さん。はい、このカツチーズ野菜200の、まあ、ちょっと具が増えるんで200にしての2から1山です、うん、これ大事よくやるんですね。だからカツを頼むか頼まないかいつも迷うと思いますけど、うん、ただ野菜とチーズはいつも大体入れるかなって感じですね。ということでバラバラになったんで、はい、これ話し合っていただいて、ここからだから話し合って、はい、みんなにココイチを頼む時の この、うん、これがベストだっていう納得してもらわなきゃいけないっていう。そうだね。でココイチ好きにも初めての方にも食べてもらった時にもココイチ美味しいねって思ってもらえるってことだな。そう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 。それだったらもうカツは外せない。そうだね。パリパリチキンではない。ただどのカツかってのもある。手仕込みロースじゃないよな。いや、ロースか。ロースが普通。まあ普通はロースだ。手仕込みにしとく。まあ、手仕込みうまいよね。そもそもポークでね。当たり前だけど。ポークね。ポークね。ポークはもう決定。ポークで、じゃあロースカツ手仕込みにしとく。手仕込みにしとこうか。トッピングだよね。トッピング。チーズは入れたい。すごい入れるけどね。僕な、チーズってなんかあのもう諸刃の剣だと思うんだよね。途中からね。やっぱり、うん、あのココイチを消してる感じがあるの。美味しいんだけど、分かる。ココイチかって言われるとね。ちょっとチーズ外しとこう。でさっき野菜が入ってたじゃん。野菜入ってた。そしたらほうれん草は入れる。ああいいね。ほうれん草。ほうれん草を。いやこれ決まらんな。チーズ入れようか。チーズ入れとく。うん、もうチーズ入れとこ。チーズ入れての200、300。250があるからね今。250にする。刻めるような。そうか、刻めるのか。でハーフトッピングもあるから。あるね、ハーフトッピング。ハーフトッピングでもう一個ぐらいなんか。イカリング、ハーフイカリング。じゃあハーフイカリングとハーフのクリームコロッケ入れます。いや、いいね、それいいね。どっちもハーフで、ナイス相方で、まあ標準の辛さでも意外と辛いっていう人もいるだろうから、まあ1辛ぐらいがいいんじゃない。ね、これいくらなんだ。割といくんじゃないですか、これ。ちょっとそれいくらかちょっと出そうよ。これ下手したら2000円じゃん。全然ありえる。これありえるな。そうですね。手仕込みとんかつカレー弁当、ライス250。弁当ね。辛さ1、うん、トッピングハーフクリームコロッケ、ハーフイカリング、はい、チーズ、ほうれん草、フリで。はい。はい、合計2500。2500？ 2524円。いったね。結構贅沢な。ココイチ1524円。ごちそう。ごちそうだよ。では改めてココイチのお二人のベストオーダーを発表してください。どうぞ。はい、ココイチはポークカレー、ポークソースで手仕込みとんかつ、ほうれん草チーズ、ハーフイカリング、ハーフクリームコロッケをトッピングしつつ1からで 250g、 ご飯ね2524円です。ごちそう。高っ。ちなみにこれもし海外だったら多分倍ぐらいするよね。そうだね。5000円ぐらい。ちょっと1000円ぐらいいってる。です。はい。異論は認めます。この辺まで。はい、ということで意外と盛り上がりましたね。これはね。ベストものはね、やっぱね。いや、飛ぶ教室の話しなくてよかった。飛ぶ教室。そのボンボン坂。飛ぶ教室どこにも売ってないんだよね。あの風呂屋とかでも。あ、そうだ。2回しかない。
はい、ということでベストを決める回ということで、はい、またこれなんか違うものでも確かにやってみたいです ね、はい、ということで今日はこの辺まで。チャンネル登録お願いします。